今マナビズムの公式 LINE に登録すると3つもプレゼントを配布しています。早慶マーチカンカン同率の大門構成であったり拝点設問に対する解き方が完全解説された攻略本、英語の主要参考書100冊を細かく研究してまとめた参考書ガイドブック、君の英語の基礎力が10分でわかる基礎力判定テスト。プレゼントは定期的に更新しているのでゲットできなくなる前に概要欄の URL から必ず公式 LINE に登録をお願いします。気になったとしてもそういう言い方はしないでほしい。言葉の洗脳というのはもう本当に子供にとって影響力がある。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。マナビズムの今井です。マナビズムの矢沢です。お願いします。さあ本日はですね、受験時の親御さんの NG 言動あるある、これをね、はい、テーマに話していきたいと。はい、まあ、NG 言動あるあるをこう、はい、バババって言っても仕方ないですからね、はいはい、なんで翻訳変換させていただきましょう。なるほど。こういう言い方をがあるとして、はい、したくなっちゃうとしてこうしてくださいっていう、ね、あーなるほど、それは非常に役に立つ動画になると思います。どう感じ方がちゃうねんとか、ね、はい、まあ、結構そういうのって親御さん向けの YouTube の動画とかの中でもね、僕と矢沢さん言うたりしますけど、はいはい、まあ、よりもう具体的に、はい、話していこうかなと。3つ持ってきましょう、はい、フレーズよく言ってしまう、はい、それに似通ったような言動してしまう、聞きましょう。はい、あると思うんで3つ、はい、いきます。はい、じゃあ1つ目からいきましょうか。バリバリの関西弁でいきます。そんなことしとってほんまに合格できんのか、分からへんのちゃうか。わー、痛い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 。今受験生の気持ちで受験生になって聞いてたけど、痛い痛い痛い。ああ、なるほど。まあ実際それを言われる受験生に問題はあるんですよ、おそらく。間違いないね。だから受験生がこの動画見てるんだったらそう言われないようにするのが受験生の義務だから。間違いない。支えていただいている。そう。その大前提はあるよ。だからそういう親御さんが全部悪いって言ってるんじゃなくて、言い方変えたら別に合格できるかってそうじゃないからね。そうそうそう。結局は受験生本人の問題なんですけど、親御さんからそういう風に言ってしまうことだって全然あり得ると思ってますし、実際に言われたという話は聞きます。まあ聞きますよね。はい、聞きますよね。はい、で、うん、僕とかやと相当本人が悩んでたら電話するんで、やっぱり。あ、はい、そうですね。ちょっとこういう風に言っててみたいな、やめてくださいっていう、そういう風に言うのは、うん、はい、でやっぱ言う、ここまででかかった時にちょっとこの動画の今からする話を思い出してもらって、はい、頭の中で変化して言い換えてあげたいな。はい、これ矢沢さんやったらどう言い換え、いやー今パッと、はい、出てこへんくて、はい、今悩んでるんやけど、はい、やっぱ根底愛いる、うん、そのやっぱり根底に愛が全部俺はいると思ってて、はい、うんうん、愛があったらこの言動どうなるかなと思ったんやけど、うん、あまあ保護者さんの気持ちにも立つと、まあ、そういうちょっとふざけた行動をしてるわけよね、うんうん、でそうやな、その気持ちも痛いほどわかるからな。でも一番、まあ、ありえるとしたらやっぱり愛のある放任が一番強いと思うんだよね、教育って。言ったら16、7、8歳で人格を変えるってまあ無理なんですよね。もう1、2歳ぐらいでも決まっちゃってるんで、うん、なんか生まれ持っても決まっちゃってる部分もあるんで、そこを高校生でガンって変えるってまあ無理ではあるんで、そんなことをしても受からへんぞ、例えば友達と遊びに行く、そんな話で受からへんぞってなった時に、俺やったら聞くかな、まあ、あーって言うんじゃなくて、自分の人生の優先順位としてそっちの方が高いんやったらそうしたらいいけど、結果として変えてくる自分のその結果の責任は負いなさいねってめっちゃ優しく言うけど、今のバリ怖いな。優先順位っていう単語あんな親子感の。あ、でも、あ、出てこない。塾で僕が指導するときはそう言いますね。そうですね。でもこれ親子という関係じゃないから言いますね、うん、言えますね、うん、親子やったら言えないか。今の僕ははっきり言います、生徒に。今井にも言ってました。彼が文化祭終わった後彼女を作ってて、僕はもう高校2年生の時から見てるんで、高3になった後はもう絶対に恋愛なしっていう風な方針なんですね、うん、僕の考えでは。でなんか他の子があいつ
学校から彼女と一緒に帰ってましたみたいなのを聞いた時に、はい、別れろなんて言ってはないですね。でただどういう結果になったとしても自分でケツ吹けよっていうのは僕は今井に自分の人生やから、しかも男の子やからね、はい、誰も助けてくれないからねっていうのは言ってます。脅してるわけじゃないんですけど、うん、とは言ってもあなたがその選択をしたんですよっていうのは僕ははっきりさせますね、うん、はい、っていう、はい、でもめっちゃいるんですよ。ただ今ごめんなさい派生しちゃうんですけど、うん、その恋愛に走ってしまって、はいはいはい、真面目だったのにちょっと最後ふわっとなっちゃって、うんうんうん、結果出ない子って、ね、もうめちゃくちゃ今まで見てたんで、うん、だから僕たちも受からせる仕事なんで、もう大学生になったらいくらでもかっこいい男の子も可愛い女の子もいるから、今は一旦ちょっと我慢してくれっていう言ってますね。はい、ごめんなさい。これまあそうなんですよ。今答え出てないな。話聞いてて、はい、僕もおそらく方向性としては違う言葉遣いには多分なると思うんですけど、はい、僕の言葉で喋るんで、うん、ただ両者共通してるのはその行動を取ってること自体を真っ向から否定はしてず、いやさあ確かにその行動取ってもいいけど。こういうリスクもあるし、うん、あなたで決めなさいねっていうで言われて、本当に勉強を普通にしてきた人だったら今これをこのアカウントそのしてもいいけどって言われてる方はほんまは良くないことぐらいは高校生誰しも分かってるんで、そういう言い方されると自分で決めるってなったら結構ね思いとどまったり踏みとどまる受験生めっちゃ多いんですよ。分かった、はい。出ました。わかった。フレーズじゃない。はい。これ、今俺が言ったことは、多分間違ってない。はい。その多分このコミュニケーションでいいと思うんだけど、こんなことを言えるわけないって思われる保護者さんがいらっしゃると思う。ああ、はい、はい。それは、この一部分だけじゃなくて、これまでの文脈が悪い。ああ、はい、はい、はい。多分、その、息子さん、娘さんとの関係がちゃんとできてる保護者様は、今のフレーズ言えるし、フレーズ言えるし、はい、このフレーズ言わへん、うん、っていう。それは間違いないです。うん。から、その人、今今回の動画としては、NG コードあるあるでなんかこう言い換えをしましょうっていうテーマで始まったけど、やっぱりこの一部分の切り抜きだけじゃなくて、やっぱ前後の文脈、これまで息子さん娘さんとどう接してきたかによっても、うん、言える言葉言えない言葉っていうのが変わってきますから。一概に言えないなと。ごめんなさい。途中で割り込んじゃって。はい。はいはい、まあけど、もう言いたいことは、受からへんで、そういうことをしていたらっていうのは、まあ、変な言い方すれば全否定というか、そうですね。部分否定の言い方、部分否定というか、否定に間違いなく聞こえる。だってさっきも言ったみたいに、子供は、それを否定的にはうっすら捉えてるはずなので、遊んでいい、受験期間中、直前期に。そんなん思ってる受験生ほとんどいないんで。うん、だから全否定とかするんじゃなくて、してもいいけど本当にそれでいいのっていう最後の決断はやっぱりもう高3卒生になったら自分でできる。そうですね、そこをねギュッと握っとかないといけないのはやっぱ中学生ぐらいまでなんで、うん、はい、高校生それをやったところで何も親子関係が悪化するだけで何もいい方向にはいかない。そういかない、ね、はい、まあ、そういう全否定の言い方は良くないかなっていうところですね、はい、で2つ目ですよ。はい、もうこれもよう言うてしまうし言われたっていう話も聞くんですけど、もっと勉強しや、はい、まあ先に近いですけど、まあさっきのやつに派生してなんかもしれないです。この言葉ってもっと勉強せなあかんで、もっとやりや、スマホ触ってて大丈夫なみたいな勉強量に関するね部分なんですけど、これ面白いのが、はい、めっちゃ勉強してる子でも親に言われてるし、勉強してない子でも親に言われてるんですよそうっすね、はい、だから、うん、勉強してないから言われるもんではない、うん、言うたら保護者様からすると他の受験生がどういう状況かっていうのが見えないから、うん、自分の子が今どうかっていうそれだけで判断してしまってるから、うん、ちょっと好き見えたらそらね、はい、だから子供たちにはそんなん言われてるんが悪いからそんなん親に好き見せんなそうですね、僕は言いますね。いやそんな恥ずかしいだってお父さんお母さんが一生懸命働いて稼いでくれたお金で塾通って、まあ、勉強させてもらってんのに、そんなんあんたもっと勉強しいやって言われてんの、それはもう何も言い返されへんで、だってちゃんと勉強してたら何も言わへんって子供には言います。ただ親御さんには
これ言ってくださいって絶対言わないですね。もっと勉強しいやなんて家で言わない、できれば言わないでくださいとは言いますね、うん、じゃあどうしましょう。そうですね、まあ、これも先に近い部分はあるんですけど、はい、僕はそもそもこの何が悪いってもっと勉強しいやっていうのをそのもっと勉強しいやって言われてる描写をイメージすると、はい、あの大前提としてさっき今矢沢さんが言ったみたいに日々頑張って自習室に例えば行ってて夜帰ってきて晩ご飯を食べ終わってお風呂も入って上がってきた時にちょっと携帯触ってその瞬間にはスマホなんて触ってんと単語帳見たりしいや、はい、で他の何かの動画でも言ったと思うんですけどその睡眠時間を仮に6から7と考えたら16時間7時間ぐらい毎日生きてるわけじゃないですか。その生きてる16、7時間のうちたった今この風呂上がりのこの5分とか10分の一コマ、まあその共有してる時間が短いとそういうのが目につくから、はい、でそこだけを切り取ると受からへん受験生に見えるんですよ、ね、うん、その5分の立ち振る舞いだけを見たら、はいはいはい、けど間違ってないですよね。間違ってないんですよ、うん、ただそのそれ他の例えばもう朝からボンバンまで塾行っててクタクタで帰ってきてご飯食べてお風呂入ってもすぐビビビビってやってもう明日も朝から勉強やからすぐもう布団履いて寝るみたいなのこのたったラストの30分のうちの5分スマホ触ってた時にそういうのを決めつけで言われるとつまりあたかもどうせあんた塾でも普段からそんなスマホ触ってあんまり勉強時間確保できてないんじゃないかという決めつけが入ると腹立つんですよね、うん、受験生はみんなだからいや実際問題それを言われてる人のほとんどはサボりがちなところはあります。確かにそれは事実です、はい、ただその事実があったとしても最初からその決めつける言い方じゃなくてもうほんまに何となくもっと勉強せえよじゃなくてそういう話に持っていけるようにもうやっぱ最初の切り口はもう純粋に最近どうなんよう頑張ってるけど、うん、毎日塾行って大変そうやけど最近どうなんみたいな、うん、こんな感じでいいんですよ。でそれでなんか最近勉強集中できてないねんなみたいなんでなんかこう思わずポロッとこう塾ではちょっと強がって言えないことも言ったりとかそしたらまあ塾の先生にすぐこんなん言ってましたみたいなとかまあその親御さんの目線からそんなん言ってでもお前ら頑張れてんねんからもっと自信持ってやりやみたいにポジティブな言葉がけをするとかでもこうなんかさっきの話と一緒でやっぱ決めつけるのは、ね、やめてやってほしいんですよね。っていうかまあ大体そういう言い方されてるとやっぱこのお子さんって自信持って試験挑めなかったりとかもうこれあかんって思ったらもうずっとあかんって思っちゃう人になったりするのでうんなんか決めつけて言うのはなしだからもっと勉強せよっていうのは勉強してない見るからにあ毎日土日お昼まで寝てる子には叩き起こして塾起こさせてくださいってうちも言うんであんた塾行きなさいって言ったってそうだね勉強しいやとは言わんでいいけど塾行けと、うん、家におるなとっていうのを言ってくれたらいいからね、うん、もっと勉強せなあかんの分かってるんでねそうなんですよ寝てても分かってるんですよ分かってるけどできないのを血つながった肉親から言われるとやっぱりちょっとそれは僕も高校生の時はありました、はい、あったんで、まあ、気持ちは全然分かるんで、うんまあ、そういうのを考えるともっと勉強しやっていうやってないと決めつけるんじゃなくて最近調子どうとかなんか勉強力とかで結構ええ感じで安定してきたみたいな言い方してくれるそんなまあ成人みたいな親御さんありがたいマリア様みたいなお母さんですよね、はい、それいたらすげえ羨ましいなとは僕の家は逆にもういそういう意味では不干渉やったんで勉強に関しては、うん、ありがたかったんですけど、うん、まあ気になったとしてもそういう言い方はしないでほしいっていう一個、もう一個ちょっと派生というか追加やねんけど、はい、これ勉強しいやって保護者様が言ってなくても子供がそういう風なことを感じたら言ってるんと一緒なんですよ。はいはい。むずい。むずいんですけど、結構ギャップがあってそこは、うん、いやうちもう絶対勉強しいやなんて言わないです、うん、っていうような保護者さんも子供に聞くと、いや全然言われないですよそんなことっていう子は結構稀で。言われてるという実感がなぜかあるっていう言われてないにもかかわらず多分そういう空気が出てる、うん、多分勉強しいやってあんま言われてないと思うね僕は、はい、不干渉やったっていう、はい、いうわけでしょその勉強こと勉強に関しては言われたことないんじゃ一回もないうちも俺相当言われへん方やと思うねんけどでも絶対俺言われてると思うあそれ違うちょっと認識いやーどうかななんかね中学の時は言われたこ
気もするんですけど、高校になってからはあんま言われてない。高校になってからない。だから大学受験をするってなったら、言うたら自分らで走るやん。はい、走ってるん見たらさすがに言われへん。ね、はいはい、走ってない時に言われる。言われます。さすがに。それは言われてると思いますね。はい、だから、でもそれは、もう親からしたら言ってないんで入ったりしてはい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 、そういうことですね、はいはい、そのギャップってね、そう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 、はい、次行きましょう。はい、じゃあ3つ目、はい、ラストですね。これは特に面談、特に初回の体験の説明会とか受験相談のタイミングとかでも言われますし、矢沢さんもよく挙げる話の一部かなと思うんですけど、はい、こんなことを言う親御さん、お子様を目の前にしてですよ、はい、これはあのお子さんがいないところじゃなくて目の前にして、はい、いやこの子ね昔から現代文できないんですよ。あ、昔からね本番だったら急に、ね、本番前が緊張したらちょっと力出せなくなるんですよっていう発言。いやそれやめっちゃクリティカルや。はい、 NG 言動でこれあげないわけにはいかない。確かに確かに、うん、はい、てか、まあ、変な話しますよ。もうドストレートに言ったら親御さんがそう言うからそうなってるんです。てかまあ、全部が全部そうじゃないけど、そう言い聞かせてるんですよ。そう言い聞かせてしまっているっていう感覚です、ね、だって親がそうやって言うっていうことは 100% 間違ってないから、子供からすると、うん、だから私は本番弱いんだっていうふうに思い込んじゃう、うん、で私本番弱いんですよっていうふうに外でも言っちゃう、うん、そんなん本番強い子に育つわけないからっていうあるね、あるわ、うん、はい。いやこれね、もう衝撃的だったんで、はい、今でもねこれエピソードトークで話させてもらうんですけど、あのマナミズムのこの今井先生2期生で1期生がいたんですよね、はい、で1期生が、まあ、非常に優秀で、まあ、全員まあもともとカンカン同立専門塾でね、はい、始まってますからカンカン同立 100% 受かるんじゃないかと、いうふうな、集団を作れたわけです1期生で。一番賢かった女の子がいるんですね。その子が、まあ、国公立を実は第一志望にしておきながら、漢学も滑り止めで受けるみたいな子だったんですけど、その子が一番賢かったんですよ。うん。で、まあまあ間違いなく、受かるだろうと、思ってたんですけど、年末に最後出願を決める面談をしてたんですよね。で、僕が担当だったんですけど、お母さん、お父さん、本人って3人で、来て4社面談になったんですけど、その時お母様が、うちの子本番に弱くてね、先生模試見てくださいって模試の点数出してきて、もちろん僕も模試見てたんでね、まあ悪かったんですよ。いつももっといいはずなのに、授業見てたらもっとできるはずなのに、なんか模試になったら点数が低い。まあでもまあいつもできてますから、まあこんな模試の点数なんて気にしないでくださいって言ってたんですよね。で、出願も組んで、いやポロッとその面談の時にお母さんが、いやうちの子ね本番に弱くて、そのなぜ本番に弱いかというと、小さい時にピアノのコンクールで失敗して途中で止まったんですよ。その時からずっと緊張しいで手に汗握って、本番はずっとね、机にタオル置いとかないといけないし、本番弱いんですよって言ったんですよ。で、僕それ聞いてね、あ、これずっと言われ続けてきたんやこの子と思って。確かに模試の点数悪い、確かに僕の授業中、僕結構生徒に当てるんですけど、タオルを机の上に置いてる、それはそういうことだったんか。その状況だったら、慣れた状況だったらいつも通りのパフォーマンスが出せるけど、慣れてない状況だったらいつも通りのパフォーマンス出されへんのは、ずっと親にそうやって本番弱い本番弱い本番弱いって言われてたからだと思って、すぐにその子呼び出して、もうね当時はセンター試験前だったんですけど、すぐに呼び出して、あなたはできる、親にこれまで何と言われてこようが、ピアノのコンクールで手が止まったっていう事実があろうが、それは今までのことであって未来のことには関係ない、あなたはできる、そしてできるっていうふうに自分でずっと言い聞かせながらやりなさいっていうふうに言ったんですけど、時すでに遅し、1ヶ月あと残り1ヶ月ぐらいではそれはもちろん強制されないわけです。17歳のそのここまでずっと言われ続けてきた、3歳ぐらいからずっと言われ続けてきたことなんで、で結果現役では合格できなかったんですよね。でそれがマナミズム1期生の一番できた子で、その子だけ落ちて、あと全員受かったんですよ。だから衝撃的で、できる子でもやっぱり親から言われてるその言葉の
洗脳というのはもう本当に子供にとって影響力があるので、今今井先生が言ってね、うちの子現代もできないんですよ、うちの子、まあもうね、本読んでこなかったんですよ、うちの子本番弱いんですよ、うちの子、っていうのはマジで親御さんにとって悪気がっていうことではないだけど、それを言うことによってそうなっていってしまってる、その事実があったからそうなったのではなくて、そうやって言われてるからそういう風な事実に寄っていってしまうっていうことがあるので、注意していただきたいなと思います。はい、だからそういう風になってほしい子に、こそういうイメージ像の声掛けをしていただきたいですね。はい、ほんまあんた本番強いもんな、もう大事なところで決めるもんな、うん、なんか容量だけいいんですようちの子とかねって言うんですよ、うん、なんか変に自信あってねとか言うんですよなんか変に自信ある子は、変に自信あるんですよこの子って、うち親御さんが言ってるんですよ。でも変に自信ないと高い目標を目指せないんで、自信なかったら走り始めることすらできないんで、それはいい洗脳ですよね。はい、まあ、それがまあ教育であったりするんですけど、まあ、ちょっと難しいところではありますが、まあ、あの親御さんはそういうふうになってほしい、子どものイメージの声掛けをしてほしいですね。はい、まあ、今後もねこういった形で保護者様向け、はい、まあ、もしくはそういうふうに言われないように受験生として立ち振る舞わないといけないという側面から、ね、はい、受験生向けという、そういう意味では受験生向けの動画もどん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 上げていくので、保護者様でなんかこんな話聞きたいとかあれば、全然コメント欄とか公式 LINE に投げてくれれば、まあ、メッセージも見てますんでね、またそういう依頼というかお願いみたいなものもお待ちしております。よろしくお願いします。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。よいしょ。動画を見てくれてありがとう。今マナビズムの公式 LINE に登録すると3つもプレゼントを配布しています。早慶マーチカンカン同率の大問構成であったり、配点設問に対する解き方が完全解説された攻略本、英語の主要参考書100冊を細かく研究してまとめた参考書ガイドブック、君の英語の基礎力が10分でわかる基礎力判定テスト、プレゼントは定期的に更新しているのでゲットできなくなる前に概要欄の URL から必ず公式 LINE に登録をお願いします。